ここがアストスの城だ。せいぜい気をつけろ。帰りはどうすればいい？まずは生きてアストスに会うことを考えろ。この城は恐ろしいぞ。探索するのも悪くない。頼りにしてるぞ。見ろよあれ、合成だな。こんな城に住むくらいだ。ああいうのがお好きなのさ。なんとか勝ったな。もっと強くなりたい。鍵が必要だ。羽が生えた人間？いや、魔物だ。見た目は人だが、生まれは闇の中にだ。魔物なら解かなくちゃね。鍵があるからには鍵穴もあるはず。探してみるか。体勢が下がったみたいだな。さっきの扉、これで開けられないかな。大丈夫だ、俺たちの方が強い。先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだよな。ダークエルフの王の宝だ。邪魔だ。何かあるな。相手する？ジャック、戦おう。これで行く。敵だ。やるぞ。次は。健康だ。
夫だ。調べておこう。気力持つかな。立て直すべきかもな。見てよ、あのぐっさり刺さった矢。嫌だ嫌だ、でかい弓がこっちを狙ってる。ジャック、物陰に隠れるんだ。で見ると本当にでかいね、この塔。
要注意。無断接近。封じられたか。どこに入るか気にしなかなかやる。何としても倒す。そこにキューブが見えたぞ。休んでおこう。あの弓を止められないのか。やるか。出てきたか。ジャック、やってやろう。
探索に戻るぞ。やれるか。手を抜かないでよ。まずいかも。落ち着いて対処するんじゃないな。鎧の中から魔物が飛び出してくるのってそんなことあったよな。レオンを魔物扱いか。違う違う、なんとなく見たことがあるってだけだって。叩き潰すぞ。体勢を整えよう。ここはあのでかい塔の中だ。さあ、奥に進んでみよう。行くぞ。
お出迎えだな。降りかかる火の粉は払おう。弱点を見つけたぞ。ショートカットの完成だ。どうする？戻っておく？敵がいる。また来てる。ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。はっ、だ！キューブを見つけた。調べておくか。誰もいないな。海賊に騙された？気配が変わった。油断するな。
機動力、攻撃力、どちらも相当なものだ。あいつの攻撃をうまくこう、なんとかできないかな。機動力にひるむな。攻撃をよく見ないと。今から引きずり下ろしてやろう。少々まずい状況だな。何としても倒す。戦いやすい。当初終わったの？油断せずに。ネオンの時みたいに相手の中にアストスが入ってるのかな。通さないことには分からないが。ならあのタブロの顔を拝んで。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。
何が